Kanka. あ、ね、先にさ今日も来たんですけど、ちょっと少ないですね。まあ、でも誰か掃除したのかな。髪掃除してる人いるわ。あ、なんか一式やっ部屋に置いてるもん。これどういうことなんですかね。なんか西側橋橋橋橋橋橋セキュリティが話した。さっきこれぐーなぎるところ、休業宣言が、休業要請ですね。休業要請が開始されたわけで、まあ、お店は休業というわけになるんですけど、まあ、やってるお店もね、実はあったりするんですよね。もうお願いみたいな感じというか、やってくださいよっていう、まあ、その中でもやってるお店は普通にね、あると。やってるお店はあるみたいですね。まあいろいろとあるとは思うんですけど、すごいカラオケですね。もう 100% のその強制力がまあないっていうなんですかね。まあでも見る限り僕が見た中でなんかちょっとね、大阪とスタイルがどんどん似てくるというか、要請されてもまあいろんなね、収入とかの関係でっていうことなんでしょうね。はい、というわけで今日も始まります。まあ、写真ではね、動画では写してないんですけど、やっぱりね、始発待ちの若者が一番街の方でね、時間を待っている人が多かったですね。4人とか5人グループで階段のところでね、座ってるような人たちもということで、やっぱりなんかどっかでね、遊ぶ場所があるのかなと、いろいろちょっと考えながらですけども、まあ早速今日もね、掃除をやっていこうかなと。はい、いうわけで今日も来たんですけど、ちょっと少ないですね。まあ、でも誰か掃除したのかな。早めに。なんか今日めちゃめちゃ少ないですね。めちゃめちゃ少ないです。今日はですね、誰かが掃除したみたいな感じで綺麗なんですよね。誰かしたのかなって思うぐらい。まあね、駅員さんとかかなとかいろいろ思ったりするんですけどもね。岡山でね、ハロウィンパーティーとか、ハロウィンシーズンね、この辺すごい人なんですけども、まあその時もそうなんですけど、すごいゴミなんですよね。で、ゴミなんですけど、やはりその終わった後にボランティアの掃除の方がわーっと一斉にね、掃除してくれるので綺麗に保ってるんですけど、まあね、それでも全然ね、ここでハロウィンするなとかいう強制力っていうかね、なくて、まあおそらくそういう人たちが掃除してくれてるおかげで、まあ、できてるのかなっていう感じなんですけども、まあ、もしねこれ僕たちとかその辺がね、掃除しなかったら
ここで飲んだりとかね、いろいろ妨げが、いろいろくくりが出てくると思うんですけどね。はい、回収したら、売り上げはあの一部は岡山県の観光に生かされるということで、いいじゃないですか。はい、まあ、これ多分バスの関係のやつだと思うんですけどね、まあ、おそらくあのフォークとかあるんで、それゴミ溜まってるんですけど、まあ、おそらくこのバスの関係の方が、あらかじめ掃除してくれたのかなと思うんですけども、まあ、それで多分あの少ないのかなと思いますね、現状的には。はい、まあ、でもところどころでねあるんですよね、謎な、ね、カット板とかここでする必要あるのかなとしてもいいんですけどね、ゴミをそのまんまにしてどうなんだろう。でもね、やっぱりね、ベタな心にはゴミはないんですけどね、こういった隙間にね、やっぱりあるのかなと。いろいろと出てきたんだよね、ね、ゴミがこの辺は。まあ雨降った後ですからね、感がありますね。なんか自転車がねあるんですけど、なんでこんなところにあるの、防犯トラックが。朝日自転車の右に針があるんですけど、防犯登録がついてないですね。防犯登録ついてないです。はい、まあ、なかなかね目につかなかったんですけどね、これはあの加熱式のね、あのやつですよね、電子タバコでも、まああるんですよね、普通にここでタバコ吸っていいのかなと思ったんですけど、電子タバコだけなんですね。ですね、これゼロ。はい、牛丼のグミが、まあね、あの話によればね、飲食店が閉まるので、まあ、どこで食べようってなったら、もうテイクアウト、ね、牛丼屋さんとかコンビニでもう夜済ませようっていう、まあ、せっかくなら外で食べようっていうね、人が増えてきて、やっぱりゴミがね、増えていくんですよね。これはやばいな。ミスタードーナツグランドオープン。あと栄えますね。うわ。なんかね、どんどん駅に離れていくに従ってゴミがね、前は駅が一番遠かったんですけど、やっぱりみんな街に出てんのかな、街に出るっていうかな。やっぱり多いですね、ゴミが。やっぱね、酒が、お酒の缶が増えましたね、極端に。
これは、なんてこれグループホテルライブマックス、ちょっとこれはなんか嫌な空気がしますね。はい、ちょっとねなんか怪しいんで、ちょっとこれを交番に持っていこうかなと。はい、落ちてたんですよ。あの交番のすぐ横しっていうか、あの橋の方になんか一式あのフェイスタオルからバスタオルからなんか部屋に置いてるもん、もしかしたら、はい、どうしようもなかったんで、ちょっとどうしよう捨てるのにもちょっとあれかなと、一応確認だけで。あそこまで持ってく、たぶんこのそうですね、これなんで、こちらの、はい、すいません、はい、もう、はい、じゃあもうこれで、あ、わかりました、ありがとうございました。いやいや、待って待って、何かやばいな、中入ってるし、なんかゴミ掃除してる人いる。あ、ゴミ掃除してる人いるわ。マジで。マジで。ゴミ掃除してる人いる。おはようございます。すいません、ありがとうございます。あるとこにあるんですよ。いやいや、まあいろいろあるけど、まあ掃除してくれてるから、まあこれだけね少なくて済むんで。これか、はい、さっき車見たんですけどね、結構なね袋の中、袋っていうかゴミでしたね。やっぱり10袋ぐらいなんかありましたね。10袋以上ですね。めちゃめちゃすごい量のゴミが今日もあったんですけど、まあね、やっぱりいろんなゴミがあって、途中ねあの警察っていうか交番行ったりしたんですけども、謎ですね、やっぱり夜の街は。まあ今日はこんな感じで終わろうかなと思います。ありがとうございました。まあ、引き続き、続けていこうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。というわけで、個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ登録お願いします。すいません、失礼しました。この動画をいいと思ったらグッドボタン。おるいつも動画見てくれてありがとうございます。はい、この動画をいいと思ったらグッドボタン。おるいつも動画見てくれてありがとうございます。おるいつもチャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも。